グランドラインカップは大詰め。特設競技場で行われている決勝戦はいよいよ PK 戦に突入です。大きく振りかぶった、シュート、ゴール、よっしゃ、まずはキャプテン、ド派手に決めてくれました。バラバラ、対するバディ船長、いきなりバラバラで身軽にダッシュ。大きく曲がって外れた。これはダサい。いきなりルフィ海賊団一歩リードです。ゴール、破れちゃった。嘘、ダメです、失敗。ワン、ツー、打っちゃいよう。ゴールです。ドライブシャー、僕がゴール。アンデューか、アンデューか、アンデュー、あー惜しい。トビー選手よく反応しましたが今一歩及ばず。これで勝負の行方は分からなくなりました。そしてここで悪役オールスターズに頼もしい助っ人登場。このおダッチがラストをバッチリ決めさせていただきます。よし行ってこい。って誰だあんた。取れるもんなら取ってみな。部活で鍛えた俺様のシュート。あれ、すごい、ものすごい、稲妻のようなシュートを見事キャッチしました。これでルフィチーム有利。あっ、イエーイ。ラストはサンジ選手。彼の右足に勝負の行方が託されます。果たして夢のサッカー王座を手にするのはどちらのチームか。外れた。サンジ選手渾身の一撃は虚しく空の彼方へ消えていきました。よっしゃ、サドンデスだ。はい、こちらグランドラインカップ大会会場。はい、はい。お知らせします。ただいまグランドライン上空を未確認飛行物体が通過したとの連絡が入りました。目撃者の話によると、それはまるでボールのようで、こちらの方へ向かって飛んでいたとのことです。まさか。なんとボールはまだ生きています。恐るべきシュートの威力だ。本当に来たー。おい、審判。ゴール、すごいすごい。はるばるグランドラインを一周してこのスタジアムに舞い戻ってきました。海賊サッカー王はルフィ海賊団に決定。な、ゴムゴムの、ちょっとルフィ、シュート、